釧路高校3年のウェイトリフティング部、大城亮太です。よろしくお願いします。小学校の時にウェイトリフティングをやってる姿を見てかっこいいなと思って高校の時に始めました。今年の10月に行われた岩手国体で全国優勝することができたことが一番印象に残っています。スナッチが108キロで、ジャーク132キロでトータルで優勝することができました。1年生の時から2年生の時まで怪我している時期が一番大変でした。第一肋骨の骨が肋骨折してしまって、みんなが練習している中で自分が練習できていないというのが苦しかったです。そういう期間は体作りに励んで足りない筋肉をつけていました。怪我の時に筋トレしたのがいいように出て、試合でうまく力が発揮することができました。大学に出てインカレでメンバーに選ばれて団体優勝をして、最終的にはオリンピックに出場することが目標です。ファイト！ゴー！頑張ってくださいね。ありがとうございます。ありがとうございます。